はい、青さ釣りの、特徴ですね。基本的に青さってどういうところに入るのっていうと、この満潮、大潮の干潮満潮でこう磯がこう使ったり、干潮の時に出たりするこういった、ところによくこういったふうに生えてたりします。で、満潮の時によくグレが、この磯際に生える青さを食いに来る習性があります。ネックとなるのは、大潮ですね。大潮、満潮、満潮です。基本的に、満潮周りは、月に2回あります。で、基本的に大潮の時は朝と夕方が満潮になります。ですので、朝一この、磯が浸かっている時にグレが食い上がってきて、ここの磯際の青さを食べる、もしくは、お昼に一旦そこまでになってまた夕方の満潮時に食う。青さ釣りの、狙う時間帯、それは大潮の満潮時で、大潮の時は朝と夕方が満潮になるので、どちらかといえば朝より夕方の方がおすすめです。というのもやっぱり朝方、日が明けてくると磯際にこう人が、立つと、やっぱりグレからも、人間からも見えれば、このグレからも人間が見えるので警戒しなかなか来ません。逆に、夕方になってくるとだんだん暗くなってきますので、人間からもまあ見えませんけども、魚からも見えにくくなります。ということで、やはり、この大潮の満潮時、そして夕方の満潮時の方がよく釣れてるという理由はこの一つ、グレが食い上がってくる、上がってくるときに人間からも見えないし魚からも見えないので、釣れるっていうね。であと釣り方なんですけども、基本的に、こういった風に、食うてくるぐらい、食い上がってくるは基本的に青さで釣れるぐらいは大きいです。30センチから、40センチ以上ですね。この青さの釣りで、45とか、50センチ釣ったっていうのもよく聞きます。ですので、その大きいグレに標準を合わせて太めのハリス、を使ってください。ハリスは、フロロカーボン2号以上、ですね。できれば 2.5 号を使ってもらう方がいいです。というのも、ここの青さが生えている部分はこんな底の方には生えないので、潮の干満で出るところによく生えるので、この、磯際がメインになります。ですので食った瞬間グレは、この磯がずっとこう、落ち込んでるところだったらもう沖に逃げるしかないんで、そんなに、苦労はしませんけども、こういった惚れ込んだ磯とかもあるんで、食ってからこの中に入るまでだったりとか、この、青さが入るところはやっぱ柿とか、いろんな、ハリスを切っていくような素材がいっぱい生えてますんで、なるべく太めの方がいいです。そして、棚なんですけども、もうこの、食い上がってくる棚、だいたい大潮で干満の差がだいたい1メートルから2メートルあるんで、一広っていうのは今まだいたい、両手をいっぱい広げた深さで、まだいたい 1.5 メートルとは言われてますけども、まあ身長差でだいたい180センチぐらいありますので、だいたいまあ一広から一広半ぐらいの浮き下で、で、どうしてもこの磯際でやるのでこう波がジャバ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 洗うので、さらしが出ます。そのさらしに仕掛けが桶に流されないように重ための仕掛けを使います。大体もうその状況でもいいんですけども、大体 2B から、5B ぐらいを基準に考えてもらうと、いいと思います。しっかりガン玉を打って、なるべくならこの、磯の上にこうやって、置いてあげるような感じで使います。ですので、そういった感じでやってもらう方が、いいと思います。で、海苔重宝の基本的な釣り方ですね。